はい、じゃあ開始していきまはい、す。お願いしお願いします。ます。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一瞬なんか違うことが起きましたが、アプリングスイッチングがちょっと忘れました。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。はい、では今日収録が7月の7日七夕になっております。はい、なので、なんだろうな、なんか私 FM ギノワンの短冊に、はい、エアコンゲットだぜっていうのを書いたんですけど、お、なんかモンスターっぽいゲットの仕方ですね。そうなんですよ、書いたんですけど、実はといえば書いた翌々日ぐらい本当にゲットしたんですよ。おめでとうございます。ママが買ってくれました。でもいいじゃないですか、めちゃめちゃ。もうだから今家では快適ですよ。いいですね。あんなクソ暑い中3年間も我慢しててよくできたなと思いますけどね。いや、熱中症怖いんで、ぜひ。去年熱中症寸前になって、なんだったかな、最近もちょっと旦那の方が熱中症寸前になってたので怖い怖いと思ってたら、旦那のお母さんが買ってくれたので、ありがとうございます。ありがたやありがたや。はい、では、番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、早速、曲に行きたいと思います。お願いいたします。とんがりキッズで B ダッシュです。どうぞ。出た。出た。キジムナーの話が出た。あると思わなかった。私もずっと探しててこの曲、なかなか。じゃあ最初あれだったんですよ。好きなアトラクションでやってたんですけど、なんかあまりにもメールが来ないんで急遽変えたんですよ今日。今日変えてなんとか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 。ダッシュ、ビーダッシュ、ビーダッシュ。時代ですよ。じゃ考えらんないで。ただの日です。この CD の B 面に入ってる曲が、はいはいはい、
あのメガネっていう歌なんですけど。メガネ、はい、メガネが割れてる、メガネが割れてる、メガネが割れてる、レンズ右端端端。面白い曲だ。 あれも結構おすすめです。あ、一発屋だったのが残念ながら結構歌秀逸だったなと思ってるんですけど。あ、今さに正体わかんないですからね。確かに噂がいろいろありますけど。キャンさんは新しいなんかのツイキャス、ツイッターの代わりっていうか、あのなんかできてるじゃないですか、新しいの、はい、あれもやりました？あの一応昨日入れたんですけど、まあ、僕そもそもツイッターも見る専用なので、なんか積極的に使うってことは今のところないかなとは思ってますね。はいはいはい。あの基本 SNS 大の苦手なんで触れないようにしてるんです。あれあれ今日めっちゃなんかどこもかしこもその話題でしたよ。いや僕はもう SNS も本当に苦手なので、怖いぐらい嫌なんで。やだ怖い、どうしようってなるんで。ただあの昨日は十数年ぶりに大学の先輩から連絡来て、お LINE で、キャンチャラくなってる。懐かしくなりましたけど、あ、こういうのあるのは素敵だなって思いますね。うん、ではあともう少しで終わりそうですね。はい。お聞きいただいたのはとんがりキッズで B ダッシュでした。では、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きなゲームです。最初あの先週お伝えしたのがあの好きなアトラクションだったんですけど、はい、ちょっとあまりにもメールの数が少ないなと思ったので、うん、今日収録の前、何時間前だ？何時間か前に、ちょっと変えようかってなって、はい、好きなゲームにしました。ツイキャスの方が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。と来ております。お疲れ様です。旦那の陸海空さん、キャンさん、キジムナー、こんばんみ、なんでキジムナーよ。キジムナーじゃないよ。して、さっちジンベエ来てるね。バカボンみたい。バカボン言うな。バカボンのパパなのだ。わら。ちょっと。ヤンポーさん、さっちキャンチ、こんばんは。こんばんは。急にゲームに変わっていてさ、ゲームのことは全く知らないけど、フリーアンダシ、あ、アシビーだったら得意分野だけど、できてますね。まあ、フリーアシビー。まあ、ヤンポーさん、いろいろありましたからね。この間。なんかいろんなことが。メールが来てますので、紹介したいと思います。これは、好きなアトラクションで来てるんですけど、はい、ラジオネーム、ナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きなアトラクション、お化け屋敷かな？ジェットコースター見たく、安全性とかを気にせず怖さを楽しめる。しかも中で暗く建物内は涼しいもの、この季節にはいいもんですねと来ております。確かに僕はお化け屋敷一人で行く派です。そうなんですか。で、あの、あ、どうもお疲れ様でーす。いいですねーってなんか涼しげーな顔で一回あの前のお客さんに追いついちゃって幽霊扱いされて、キャー怖い怖い、言われたことあります。僕も客です、すいません、追いつきました。そうなんですね、
次のメールに行きたいと思います。こっちのメールからはちょっとゲームになるんですけど、ティーマと来ております。ティーマ、なんでティーマなの？よくわからんけど、ラジオネームリクカイクーさんから来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。キャンさん、サッチ、こんばんみ。こんばんみ。して今日のテーマが好きなゲーム。僕が最近ハマっているゲームはスマホのアプリゲームかな。暇さえあればスマホゲーム。食堂でメニューを注文して待ってる間にスマホゲームしてるよ。夜中に目が覚めてスマホゲームしてたらスケベーな動画見てると妻に勘違いされた。わらって来ております。だってそうでしょ。普通に考えたらそう考えるじゃないですか。ツイキャスの方で武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。お疲れ様です。サッチーさん、浴衣姿、あ、これ浴衣じゃなくてジンベエなんです。浴衣姿とっても似合ってて、とても、色鮮やかで似合ってて素敵ですね。キャンさんも浴衣かなと来ておりますよ。はい、僕も浴衣で今日は収録しております。浴衣ウィークですからね。はい、僕は毎日違う浴衣を着てますね。あ、なんか昨日も確か違う系の浴衣でしたね。はい、私ちょっとひふみずバーをちょっと拝見してたんですが、昨日は青系でした。あー、でしたね。はい、今日は赤、赤、今日は赤です。赤、はい。ヤンポーさん、キャンチーお化けって幽霊って来てますよ。面白かったですよ。本気でキャー言われましたから。あ、ちなみに僕が一番一人で行って楽しかったのは、はい、光の宿っていう出張お化け屋敷で、ほう、裸足で入るお化け屋敷がすごい怖くてよかったです。裸足。足首を借りに来る。あ、怖い怖い怖い。設定でだから裸足で入るんです。あー、なるほど。はい。そんなお化け屋敷あるんだ。下張ってくる人形とか。え、怖い怖い。あの演者さんがこう言って、あって、あ、お疲れ様です。あ、でも怖いですね。あ、す涼しげな顔。一人じゃないと怖くないんですよ。あ、逆に、はい、だからもう一人で行くようになっちゃったんですけど。あ、その時たまたま同級生に出くわして、同級生、あの女の子とデートだったんですよ。あれ僕一人じゃないですか。はいはい。カズマさん一人。もう一人、あの一人じゃないと怖くないからねって。あ、ああって言われました。なるほど。なるほど。ヤンポーさん、スマホゲームって課金されるんじゃない？あ、これ無料のスマホゲームもあるんですよ。あと物によりますね。物にもよりますね、はい、確かに。全部が全部課金じゃないですし、うんうん、課金しないとできないってわけでもないですからね。そうですね。課金すると有利ですよっていうゲームが日本には多いです。あー、確かに言えてる言えてる。武蔵さん、テーマゲーム、初めてやったゲームは、ファミコンのスーパーマリオブラザーズ、ストリートファイター。これは何ですか？ストリートファイターは、これは12ですか、ね、12？ はい、2と10なんで。ああ、なるほど。あとはキングオブファイターズの格闘ゲームにはハマり、ゲーセンで遊んでたり、あと、ファミスタパープロマリオカートにハマって、ニンテンドースイッチや、プレステ5で遊んでますねと来ておりますね。いい。ニンテンドースイッチ、私まだ未だに持ってないんですよ。あの、武蔵さんはストリートファイター 2X らしいです。あ、そうですか。あの X が10にも読めるので。ああ、そうですよね。確かに確かに。沖縄大好きさん、遅れてこんばんはと来ております。こんばんは。こんばんは。ではでは、メールに戻りたいと思います。はい、お願いします。メッセージテーマ、好きなゲームと来ております。はい、気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きなアトラクションからの変更で、好きなゲーム、バイオハザード、マリオカート、マリオパーティー、
大乱闘スマッシュブラザーズ地球防衛軍ラブライブのスマホゲームスクラフ、ん?スクフェス2カードゲームなら遊戯王リエ、デュエルスターズスタースマスターズデュエルマスターズトランプなら大富豪ババ抜きと来ております。まあいろいろゲームありますからね、カードゲームがあるので。キャンさんすいません、表示がーって来てますよ。そうですね、今メール、あーコメントで返信しようと思って、はい今一生懸命打ってました。なるほどなるほど。キャンさんは好きなゲームありますか？僕ですね、こう見えてあんまりゲームしないんですよ。あれ子供の頃やってたゲームとか結構好きではあるんですけど、はい、体動かす方が好きなんで、あ、基本的にはあんま好きなゲームっていうのなくて、はい、今唯一やってるのもスマホであのコントローラーつないでやってるあの COD コールオブデューティーっていう、はいはい、あのちょっとドンパチやるゲームがあるんですけど、うん、あれはあの反射神経の訓練のためにやってます。お、寝る前にちょっとこうパパパって一瞬でこうやってはいはいはい、判断するとか 目のこの動きの訓練のつもりでやってるんですけど、うんうんうん、あとはあのゲームで唯一欲しいなって思うのは、はい、僕大好きなゲーム1個だけあって。何でしょうか？エースコンバットっていうゲームが好きなんですよ。何ですかそれ？戦闘機に乗ってミッションをこなしていくゲームなんですけどプレステ4の時に出た7の時に、はい、エースコンバット7っていうシリーズで、あの VR モードが追加されたんですよ。あ、でも VR のモードって一部しかできなかったんですね当時。はいはいはい。これがもし全編 VR でできるんだったらちょっと欲しいなっては思ってます。あー、なるほど。戦闘機に乗れるやんすごいゲームですね。はい。ヤンポーさんが、スーパーマリオも興味ありませんでした。外で振り足びした方が絶対楽しいよと来ております。私、まあ、結構昔に好きだったゲームがマリオカートでしたね。ああ、楽しかったですね。あれはもう夢中になりすぎて体も揺らすっていうね、自分で。任天堂64のマリオカート64の時には、はい、裏技やりまくりましたね。裏技？そんなのあったんですか？ショートカット、壁を飛び越えて。ああ、なんかそんなのありますね。はい、あのワリオスタジアム、覚えてます？わかりますよ。あのワリオスタジアム僕最短で38秒ぐらいで。めっちゃ早い。あれ結構長いじゃないですか。うん、長い。あれスタート直後にショートカットできるんですよ実は。へえ。あのボコボコになってるところを左に壁に当たってジャンプすると飛び越えれる。その勢いのまま少しダッシュして、うんうんうん、あのまたゴール付近の壁に突っ込むとゴール前に戻ったりするんです。あ、これ3回連続で成功して38秒ぐらいでこう。やば。リクカイクーさんがキャンさんさっち2人で王様ゲームして王様だーれだわらなんでよやなんでよや2人で王様ゲームしたらあの面白くないって。何をしてって言って何人かでやった方が楽しいじゃん逆に王様つらいですよ、これどう面白くしようかなそうそうそう、はい。ムサさんがめっちゃ早いすげーと来ておりますよ。ありがとうございます。あと私がやってたのはドンキーコングとかやってましたね。あ、ドンキーコングも懐かしいですね。めっちゃ懐かしいやつ。あの確か任天堂64の初期に出たんですよね。そうですそうですそうです。あれ面白かったですよね。面白かった。あとなんかカードゲームとかでなんか好きなのあります？カードゲームだったら僕は遊戯王ですね。遊戯王。はい。未だにコレクション持ってますけども。ほう。この前調べたら一番高いのが僕が持ってる中で24万ぐらいになってました。ひひひ、高い。まあでも最近なんかまた値段が落ちてるって噂もあるので、はいはいはい、まあ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 変動激しいんですけど。はい。武蔵さんがドンキーコング懐かしいと来ておりますね。ナッティーナチコさんも来ております。18時に待機してたのに、お疲れ様、こんばんは、サッチーねーね、サッチーねーねじゃないよ。ナチコーンの方があれだよ、私の先輩よ。なんか最近、ナチコさんにサッチーねーねってよく呼ばれるんですよ。まだ、ウッドなのに、私の方が。
ヤンポーさん、そういえばみんながスーパーマリオをやっているときに、卵焼き焼いてたけどグラニュー糖をたっぷり入れてみんなに食べさせた。どういうこと？どういうこと？どういうこと？陸海空さん、桃鉄は家に引きこもるよねと来ておりますね。確かに桃鉄は引きこもる。懐かしいですね。懐かしい。人生ゲームとかも意外とハマりませんでした？人生ゲームは子供の頃何回かやってて、お前面白いなって思ったんですけど、はい、持ってなかったんですよ。あで、社会人になっていとこがやりたいって言い出して、うんうんうん、うちの母が買ったんで結構今家にあって、はいはい、たまにやってますね。たまにやるといいですよね。あ、楽しいですね。楽しいですよね。なっていなちこさん、マリオカート大好きと来ております。確かにマリオカート、何だったかな、スーファミ、はい、スーファミの時のマリオカートめっちゃハマりましたね、私。あ、スーファミの方も面白かったですよね。そう、あれでもめっちゃ、家にはスーファミなかったんで、はい、近所のお兄ちゃんのところにちょっと遊びに行ってやってました。一人黙々とちょっとさせてって言って。スーファミ時代は僕はロックマン X シリーズとか、はい、あとはボンバーマンシリーズとか好きでしたね。ボンバーマン超懐かしい。スーファミの時がもう限界でしたね、ボンバーマンは。ああ、はい、今またなんかあれでもスイッチでもあるらしいですけど。あるんだ今。はい、だから新しいのちょっと今度妹があるよって言って、へえ、ちょっとやってみたんですけど全然意味わからなくて諦めました。ナッティーナチコさん、弟たちを泣かしたな、私も手加減しないな、お姉ちゃんでしたしって。確かにあれは手加減するものではない、マリオカートは。沖縄大好きさん、マリオカートでスーパースター出た時は、目の前がキャラクターを吹き飛ばして上位に上がるということができましたね、僕はって来てますね。おお。ナッティーナチコさん、ボンバーマンも好き。勝負したい。勝負したい。今あるのかどうかってとこだけど、はい、今強いかな、私。やったことないからな。ちなみに僕たち世代は、ニンテンドー64が一番、人気だったんですけど、はいはい、その中でもこれはちょっと外せないなっていうのが、ダイナントスマッシュブラザーズがやっぱり、確かですね。なるほど。兄弟でハマってたんで。ああ、いいですね。だから社会人だって妹が会社の同僚と一回やったらしいんですよ。はいはいはい。だから私そんな強くないよとか、うちの兄弟で一番弱いからって言ってやったら一番強かったらしいです。そういうこともあるんですね。僕と弟でいつも妹ばっかはめてたんで。ああ、なるほど。はめ、い、技ばっかり僕たち使うんで。本人プライド折られてたんですけど。あらららら。実は周りとやると強かったらしいです。あら。そろそろ時間でしょうか。はい、あと3分ぐらいです。来週が、2週撮りになりますよね、当たってます。はい、ので、その分のテーマを先に発表したいと思います。はい、お願いいたします。来週が6月じゃない、7月の、16日分、はい、のテーマが花火です。というのも7月15日に海洋博の花火大会があるので、あ、そうなんですね。それもちなんでちょっとテーマにしてみました。いいですね。で、7月23日でしたっけ、はい、のテーマが夏休み。おー、そうなんです。もう7月に入って後半に入るので、そろそろ小中高の夏休みが入る頃だと思われるので、そのテーマにしました。いやー、懐かしいですね。懐かしい。いやー、うん、もうそんな時期なんですね。そうなんですよ。いいの花火って来てますよ、ヤンポーさん。どういうこと？いいの花火って。そう、ナッティーナチコさん、花火と夏休みのテーマはパチパチパチと来てますね。ファミコンパンチ、なんでファミ、あ、夏休み、ファルコンパンチ、ファルコンパンチ、ファルコンパンチ、ヤンポーさん、夏休みいいの？どういうこと？どういうこと？あ、夏休みの思い出、これ取っておこうかな。
僕がファルコンパンチを対応してた時期があるんですよ。ああそうなんですね、はい、うん、私はあの夏休みの暮れの話をしようかなと思います。ちょっといろいろありましたのではい、ではそろそろ時間でしょうか。あと1分ですね。1分もあるんだ、はい、あでも結局私ね花火っていうテーマにしたんですけど、はい、その日にあの飲み会が入ってるプラスの旦那が仕事なんで、うん、結局海洋博の花火大会行けないっていう。僕名古屋にいたのに一回も行けなかったですね。あれ？あんな近いのに？毎年陸上大会と重なるんですよ。あれ？だから大会から帰ってめっちゃ混んでるなっつって京都のインターを降りて見たらもう上がってるみたいな。ああ。ノトルハントもさっきから上がってるみたいな。でもあれじゃないですか、7月15って確か名護の祭りもなんかいつも被ってたような記憶があるようなないような。結構混んでるんですよね。ですよね、はい、でも8月ぐらいにちょっとあと10秒です。はい、ではまた来週。ありがとうございました。ありがとうございます。気づくのが遅かった知り上がりに盛り上がっちゃいましたね。ね。あっという間。宿題はわらばあはん？パーラーない7月に終わらせて8月目いっぱい遊ぶ。おお。私宿題はほとんどギリギリだったな。僕宿題大嫌いだったら宿題ほとんどしない人間だったんですけど。ああ一緒だ。このファルコンパンチを対応してた時期に。うんうん。1週間で終わらしました。ほうほうほう、1週間理由あるんだ。あ1週間かかったから3日くらいだった。へえ、そんなに、はい、短くという話をその夏休みのお話でしましょうね。 OK です。じゃあ2週分の2週目かな。ひふみさん、お疲れごっくんちょうさまです。どういうことお疲れごっくんちょうさまです。この前はあれだったね、お使わんでごっくんちょうだったのに。受ける。ひふみさんあれやってる、もしかしてあのなんだっけ、あとなんか新しく出たアプリあ昨日入れてました、僕も一緒に。あ入れてたんだ。あからかな、からかな、なんか速攻で私フォロー入れてた気がするけど。未来チケット3000円分買ったった、すげえ。タミーさん、お疲れ様ですと来てますね。お疲れ様です。なっちこが、さっち気をつけて帰ってよって来てますね。まあ、夜なばるまでなんでね。あっという間。ヤンポーさん、メール送るからね。なんでクエスチョンマークなんでクエスチョンマーク不思議。まあいろいろありますからね。やっていたよ、僕もおっちゃんのフォローしたよおっちゃん言うな、ひふみさんをひふみさんおっちゃん言うなよ、おっちゃんって。あと1分ぐらいかな。そうですね、あと1分ですね。あと1分ぐらいですね。なんかROK のリスナーさん同士でなんか日曜日バーベキューがあるとかなんとか、いいのっていうツイッターの情報ですビーチパーティーで DJ したいな。ビーパービーパーいいですよね、ビーチで DJ 超楽しいっす。ういあの隣の席の外人とかがうぃーって形に乗りに乗って、はい、プレイグさん、サッチーさんは髪バッサリしましたね。そうそう、バッサリ、この髪型じゃなかったと今更にして後悔しております。あれでもお似合いですけどねですか。僕もだいぶバッサリしましたけど明日また剃り直します。おお、これ自分で剃るんです。一応最初の手入れはあの美容室でやってもらってますけど、うんうん、染め直しと。